上泉信綱の銅像、上泉信綱は、戦国時代の日本の兵法家で武将。一時期の武家官異名を添えた、上泉伊勢守の名でもよく知られる。上泉氏の本願地の出身で、出生地は、上野国瀬田郡桂中野郷、上泉村あるいはその近傍とされる。少年は、推測、没年は、天正十年など諸説ある。 剣聖と称えられる剣豪の一人で、新陰流の祖。上泉信綱は、戦国時代の史料上,上には、山品時継の日記、時継狂記に、永禄十二年1月15日元気二年7月21日まで32回、見えている。王御武蔵守として、多く現れ、上泉武蔵守などとある。伊勢守とは見えない。時継狂記によると、 永禄十二年一月十五日、浦部県境の子、長松丸の訴状に、おばしゅうとの王子武蔵守として見られる。以後、武蔵守は時継を訪問するようになる。ただし5月16日から元気元年5月22日までは、年始の挨拶一回のみである。元気元年5月23日には時継は軍配を、上泉武蔵守の仏画から伝授された。 6月28日のぶつは、14位下に除せられたことを時継ぐに語っている。また武蔵守が標法を披露するのは、元気元年8月10日の梨本宮門関と19日の渦政真珠院での2回のみである。元気2年3月には、武蔵守は近日在国するとあり、7月2日に武蔵守が大和国から上京している。七月十一日、 信綱は、慶を去り、故郷へ向かうことを時継に伝え、時継から下谷国有騎士への紹介状を得ている。これらの印。歌状、目録の中で、信綱は上泉伊勢守藤原信綱と記されている。尾張野牛の兵法由来閣には、上泉伊勢守後武蔵守と改め去る。公と記されている。上野国は、赤城山麓の河原浜に所在した。大豊城によった。 藤原秀里流の大御氏の一族と見られ、大御城の西南二に位置した桂中屋郷、上泉村に住んだ上泉氏の出身。上泉城主であるとともに、兵法家として、陰流、新東流、年流などの諸流派を学び、その奥源を極め、特に陰流から奇妙を抽出して、新陰流を体制した。信綱は、美濃和城の長野氏に仕えた。長野氏滅亡後。 長野市九神を取り立てた武田信玄には使えず、落城後、新陰流を普及させるため神谷と宗司引きと経剣らの皇帝と共に諸国流浪の旅に出たと伝わる。着難は衆院で、その子、安綱の子孫は米沢藩士として存続したと伝える。牽政と謳われ、袋地内を発明したとも伝わる。多くの流派の外され、 様々な伝承が、核流派に伝わる。一方子孫と伝える上泉氏も、独自の加減を持っている。名字は、王語。通称の姓は、上泉で、読みは、上泉もしくは、郝泉。居城のあった、現在の前橋市上泉町の、上泉の読みは、上泉。名は、時継狂気では、王語武蔵守、または、上泉武蔵守の仏名。 武芸流派大事典によると、自弁当流の伝書に秀長とあり、次に、秀綱、A68 から9年から、信綱だとする。関八州古戦録では、金指秀綱、伊勢守、後武蔵守を名乗った。上野国は赤城山六の上泉で生まれたと伝えられるが、遺伝は上泉城を生誕地とする。少年は、資料がなく、不明。 尾張り野牛家の野牛岩尾町は、聖殿新影流で、永生五年としている。父は、武芸流派大辞典や、国史大辞典など通説によると、大御武蔵守州継ぎとされる。ただし遺説もあり、激犬相談では、のり綱、な、上泉家で来の系譜では、上泉武蔵森吉綱とある。なお通説では、大御氏の一族とされるが、子孫という上泉家の家伝では、 一式氏の一族が、大御氏の名跡を継ぎ上泉氏の祖となったと伝える。影竜、神道竜、年竜を学んだという信綱であるが、その死については諸説ある。激犬相談によると、1555年、北条氏康の大御城攻撃に相会場したという。その後、長野成政とその子、長野成森に仕え、武田信玄、北条氏康の大軍を相手に奮戦し、 長野の十六人の槍と称えられ、上野国一本槍の感謝状を長野成森からもらったという。長野家滅亡時、武田信玄の士官要請を断り、それを惜しんだ信玄の偏記授与により、忌味名を信べつなと改めたという逸話が紅葉軍艦にある。江戸時代の三輪軍旗、赤八州古戦六。 紅葉軍艦などによると、美輪落城後、進化下流を普及させるため門邸と共に、諸国流浪の旅に出るという。同校の門邸について、本庁武芸商伝若宮と、伊豆守、引田文五郎など、柳受文書では引田文五郎と、鈴木博が従ったとされる。諸国流浪の年代は、本庁武芸商伝によると、永六六年上落という。公用軍艦には、古学帽、 足利義氏に招かれたと書かれるが、真偽は不明。武功雑記には、信綱は上洛の木とに、山本勘介に会い、同行していた、弟子、引田が勘介と対戦して、これを破ったとある。ただし、引田の同行、勘介の没年などからフィクションらしいとされる。兵法由来閣では、信綱一行は本国を出た後、伊勢神宮へ向かい、そこで、野牛のことを聞き、 大和へ赴いたとする。年次の記載はない。一方、聖殿新陰流では、京楽へ向かう途中で、伊勢の北畑具教を訪ね、彼から、奈良宝蔵院の陰影のことを聞いて、そこへ向かい、陰影と、野ギ宗ムネと出会いこれを下したとする。a 六六年のことという。a 六八年には、野ギ宗ムネ陰影に印化状を与え、a 六十年には目録を、 丸目クランドスケに与えた。標法由来格では、引き経験高坂要も、免状を受けたとする。なお、確かな同時代資料である、山品時継の日記、時継狂記にある、上落期間は、A62 年1月15日元気2年7月21日までである。元気2年7月21日に京を去り故郷へ向かったとある。 吉野理寺の野牛一族墓所にある信仏名の供養塔、柳岩塔その最後についても小説ある。関八州古泉六、上野国史によれば、天正五年に山との野牛谷で亡くなり墓があるとする。ただし野牛には墓でなく、吉野理寺に供養塔、柳岩塔がある。武芸流派大時点では、橋、林寺古文書及び西林寺加古町によって、天正五年と書くが、 疑う点も多いとする。まず、西林寺過去帳には論争があり、没年を天正5年1月16日とする、西林寺過去帳だが、これは寺にある天正5年の会規模がのぶつなの墓碑と、する説に基づいている。しかし会規模の解釈には異論があり、着難である、上泉周囲の供養費という説に、 信綱が、西林寺を回帰し、信綱の十三回帰法要を行ったという、武芸流派大事典初修の句伝に基づくもある。定本山和や牛一族では、天正五年に、信綱が、西林寺を回帰し、衆院の十三回帰法要を行ったとして、没年を天正五年以後とする。また、気楽流伝書には、天正五年四月十八日とある。 信ぶの子孫と伝える上泉氏は、上泉文書と言われる、古文書などを所蔵し、新影流などが伝える伝承とは異なる、独自の伝承を伝える。前橋市上泉町の、上泉伊勢守る検証、生誕500年祭実行委員会は、この上泉家伝承を採用しており、上泉家伝承に基づく内容の、県政、上泉伊勢守る生誕500年記念碑を、 上泉町で2008年に建設したり、シンポジウム、講演会を行うなど活動している。前橋市役所も広報でこの伝承を紹介する。ただし、上泉文書は一部を除き書籍に再録ロックされておらず、その審議などについても交渉されていない。諸田誠治は、この上泉家の伝承から、松本美善神より、天神聖殿、香取新神道流を愛す久さたより、 影流を治めたとする。なお、信ぶ祖祖父義秀は、中条流年流京流の達人であり、祖父、自衆はそれに加えて香取神道流を、メシシの調遺祭に指示、当月名も、松本から、天神聖殿、香取神道流を、愛す日沙田だから、影流を学んだとし、先祖代々から書流を治めていた、ともしている。各構造も、同様に、 上泉文書を閲覧し、諸田説と同じ主張を述べている。また、新家下流軍学、訓越集、上泉信綱伝も、上記の上泉家伝承に基づいて解説する。信綱没年についても異なる伝承が伝わる。上泉家の区伝書や上杉家の記録によると、天正10年を原にて没したという。西林寺加古町に関しては諸多が、着死区要母説を取っている。 前橋市場泉町の諏訪神社で行われる、神泉獅子舞には、神泉信綱も奉納したと伝わっている。面状を信綱から与えられたのは、引田経験、野牛石秀才、丸目、クランドスケ、高坂金目だという。また、信綱の息子も大型を伝えられたという。ありがとうございます。